186cm のスラッとしたスタイルに、色白で小さく整った顔で、抜群のルックスを誇る韓国の俳優、イ・ジョンソクさん。今回は、キス職人と呼ばれるイ・ジョンソクさんのおすすめキスシーンや、整形疑惑、熱愛の噂についてまとめてみました。イ・ジョンソクはどんな人？イ・ジョンソクさんは、1989年生まれの、2022年現在、32歳です。15歳の時にソウルコレクションの最年少モデルとして芸能界デビューしました。モデルとして活躍した後、2010年にドラマ「ケンジプリンセス」への出演で俳優デビュー。同年に放送されたヒョンビンさん主演のドラマ「シークレット・ガーデン」に出演したことがきっかけで俳優として注目されることとなりました。なおイ・ジョンソクさんは2019年から2年間社会服務要員として兵役を務め、2021年に除隊していますので、すでに兵役は終わっています。除隊済みというのは、ファンにとって嬉しいことですね。現在は、俳優としての仕事を再開しており、復帰ドラマ、ビッグマウスの放送が決定しています。イ・ジョンソクさんについて調べていると、性格が悪い、反日などというネガティブなワードが出てきますが、それらは本当なのでしょうか。性格が悪いというのは、どうやら過去にプレゼントを渡そうとしたファンに対する態度が素っ気なかったことから、そのように言われているようです。しかし、実際は急いでいたために冷たい態度になってしまったことを、その後謝罪しています。また、反日については、情報源は見つからず、反対に親日だということが分かりました。というのも、仲の良い俳優チョン・ヘインさんと旅行をしたり、日本で開催したファンミーティングを今までで一番面白かったと発言するなど、日本のことを好きでいてくれているようです。ファンにとっては嬉しいことですね。キス職人の呼び声も。おすすめキスシーン。君の声が聞こえる、ピノキオ、ロマンスは別冊付録などの人気ラブコメに多数出演し、現在では若手人気俳優の一人となったイ・ジョンソクさんですが、ラブコメでの素敵なキスシーンを披露してからキス職人と呼ばれています。特にファンの中でも人気が高いのは、W、君と僕の世界でのキスシーンです。W、君と僕の世界は研修医として、平凡な暮らしを送っていた女性、オヨンジュが、ある日、ウェブ漫画 W の中に吸い込まれ、そこで、理想の男性、カン・チョルと出会うというファンタジードラマ。大ヒット時代劇、トンイなどで主役を務めたハン・ヒョジュさんと共演し、二人のキスシーンがあまりに素敵であることから、本当のカップルなのでは？と、当時、韓国では話題となりました。また、オンビンさんの奥様としても、有名なイナヨンさんと共演したロマンスは別冊付録でのキスシーンも人気の高いキスシーンの一つです。年下男子、チャウノと、バツイチ子持ちの、カンダニの恋を描いたこのドラマでは、何度かキスシーンが披露されましたが、特に、視聴者に人気が高いのは、トッポギを食べながらのキス。このシーンにキュンキュンした視聴者が多く、韓国では、トッポギキスとして話題となりました。イ・ジョンソクさんの自然な演技から、どのキスシーンもとても素敵で、キス職人と呼ばれるのも納得ですよね。整形疑惑について。鼻の傷は？ソウルコレクションに最年少で出演するなど、抜群のルックスを誇るイ・ジョンソクさんですが、整形の噂があります。それは本当なのでしょうか？鼻を整形しているのでは？と言われていますが、それは過去の写真に比べて現在の鼻の形が変わっているように見えるからのようです。幼少期の頃はいわゆる団子鼻のような鼻でしたが、現在は鼻筋が通っているため、高校生ぐらいの時に一度鼻の整形をしたと言われています。またデビュー後も鼻の先端が上向きに変化していて、この頃韓国で流行っていた鼻を高く見せる手術を行った可能性がささやかれているようです。イ・ジョンソクさんご自身は整形を認めていないので、あくまで推測ですが、写真を見る限り整形をした可能性が高いと言えそうです。また、
整形疑惑について調べていると、鼻に整形した際の手術痕が残っているという情報を見かけます。しかし、こちらについてはどうやら事実ではなさそうです。映像や画像で見る限りでは、イ・ジョンソクさんの鼻には傷跡のようなものは見当たりませんでした。熱愛の噂について、ファンにとってはお付き合いしている女性がいるのか気になるところですよね。少し前までパク・ソジュンさん主演で大ヒットとなったイテウォンクラスで主人公の初恋の相手を演じたコン・ナラさんがイ・ジョンソクさんの彼女と言われていました。しかし事務所は否定しているため真偽は明らかではありません。過去には一体どんな女性と熱愛の噂があったのでしょうか。イ・ジョンソクさんはその演技力から共演した女優とのお芝居がリアルで、共演女優との熱愛報道もあったようですよ。例えばドラマピノキオで共演したパクシネさんとも熱愛報道がありました。もともと2人のケミストリーが抜群だったため、ドラマ放送中からファンの間では付き合っているのではと言われていたそうです。放送終了後にパクシネさんがイ・ジョンソクさんのマンションに停めてある車に乗り込む姿や、ドライブデートを楽しんだ後家まで送る姿などが写真に撮られ報道されました。決定的なツーショット写真はなかったものの、それ以外にも2人がお揃いのようなブレスレットをつけていたり、熱愛説を加速させる情報がたくさん出てきて、2人の交際は決定的かと思われていたそうです。しかしお互いの事務所は交際を否定、仲の良い友人だと説明をしました。またタブル、君と僕の世界で共演したハン・ヒョジュさんとも熱愛の噂がありました。パク・シネさんと同様、ドラマでの息の合った演技から2人は付き合っているのではと言われるようになったそうです。また、イ・ジョンソクさんはもともとハン・ヒョジュさんのファンだったようで、彼女のことを下駄褒めしていたことも熱愛説浮上の一因となりました。プライベートでの目撃情報などはありませんでしたが、メイキング映像での2人の距離の近さは本当のカップルのよう。恋人のようにハン・ヒョジュさんの頭を撫でたり、常に2人がボディータッチをしている映像が公開され、ファンの間では2人の交際が噂されるようになったようです。実際のその映像の2人はドラマのシーンかと思うほどラブラブで、誰が見ても恋人のように思える親密さでした。その他にも、過去には、チョン・ソミンさん、少女時代のヒョヨンさん、クリスタルさんなどと、熱愛の噂がありました。しかし、これまで交際を認めたことはなく、真相は明らかになっていません。過去のインタビューで、若い頃から一人暮らしをしていたため、愛情に飢えており、早く結婚したいと話していたイ・ジョンソクさん。現在の年齢は結婚するのに早くないとも話しており、いつ熱愛の噂が出てもおかしくなさそうですね。まとめ、いかがでしたか。今回はイ・ジョンソクさんの性格や整形、熱愛の噂などについて調べてみました。兵役を終え、一段とその魅力が増したイ・ジョンソクさんの活躍に今後も期待が高まりますね。